ルフ5プレステージ披露店にやってきました。最新のクラブが置いてありますよ。発売前にまさかシダができるってことですか。そうです。シダクラブがこことこことこことこっちも全部シダクラブ。フィッティング、はい、今日はもうフィッティングを私あんまりこうお店でやったことがないので、たくさんいろんなクラブがあるということで、はい、私って一体何が合うんだろうっていうのを、はい、やってもらいたいと思います。はい、はい、で早速フィッティングに参りたいと思います。はい、よろしくお願いします。お願いします。まずお悩みを聞きます。はい、一通りドライバーからアイアンから。まあ、私の悩みは、はい、あんまりウッド系はそんなに悩んでないんですけど、はい、昔からアイアンが苦手で、はい、アイアンを結構こう変えてきてるんですよ。はい、で今もウェッジはだいぶ良くなってきたけど、はい、その上8番ぐらいになってけどちょっとうまく打てないなとかがあって、はい、自分に合ってるはずなのになんか練習場ではいいのに、はい、本番だと変なボールしか出ないとか。わかりました。曲がりとかは特にそんなにない。そうですね、全体的に大きく曲がることは少ないですね。かしこまりました。じゃあアイアンでやっていきましょう。はい、はい、何番とかがいいですか。7番アイアンで。7番一番苦手。いきます。はい、お願いします。はい、おこれ多分捕まってる。捕まってますね。いやこういう球って出ますか。出ます、出ます。ペラペラもよく出ます。なるほど。多分これは左側距離は大体合ってます。合ってます。140ぐらいです。結構シャフトがしなってるような感じが見受けられますね。まあ、この画面でも見てもらうと分かるんですけど、はい、シャフトがこう入ってるのに対して結構ハンドファーストでうまく当たってるんですけど、うんうん、で軌道がちょっとインサイドアウトから入ってきて、うんうん、その分でこうちょっと軽くドローしてるかなっていう感じですね。インパクトの内角とかも測れるんですけど、後ろから撮った時なんですけど、はい、で今入ってるのが 60.5 ぐらいですね。はい、で今このクラブがおそらくなんですけど62度か 61.5 度ぐらいだと思うんで、でちょっとこう先っぽが浮いた状態で当たる、うん、当たりやすくなるんです。この画像上じゃちょっとわからないんですけど、うんうんうん、なのでそこうなってくるとフェースが左向きやすくなるので、うん、こう左に球が飛びやすくなってくるので、その辺も結構原因としてはあるのかなっていう、はい、こういう感じになってるんですね。そうです、極端に言うと。確かにこういう感じのイメージあるかも。こう構えちゃう感じはあります、はい、あります、あります、うん、でそのまま綺麗に打たれているので、そうするとこういう球になりやすくなるんですよ。まあ、どうしてもヒールが突っかかるような感じになるので、フェースの向きも変わりやすいですからね。突っかかりますね。突っかかります。使いたくないメーカーとかないです。ないです。わかりました。何でも私は使ってみたい。でそれを向こうで探してあ、なるほど。じゃあお願いします。はい。探しに行ってくれました。待ってましょう。じゃあこの辺りをちょっと取ってきました。この辺り。はい。まず1個目は？ピンの G700。G700。で、これがテーラメイド M グローレ。M グローレ。で、ミズノの。ミズノ。ミズノプロ。はい。TI18。あと今使ってる。そうですね。エポンのやつなんですけど、シャフト違い。シャフト違い。はい。おお。で、バランスとかもそれぞれちょっと今測ってきたんですけど、はい、これが一番ヘッド軽かったです。へー。このシャフトを入れてちょっと短いんですけど。はい。やってみましょう。じゃあちょっと長いやつこれからいきます。これからいきます。すごい。なんかついてるよ、シダクラブ。白い丸。これ、これはこの計測器用で、はい、ヘッドの動きだったりっていうのを見るためのシールですね。はい、全然違う。もう振ったことないような感覚の7番やんか。全然違うんだけど。え、嘘。同じスイングしてるんですけど。球筋変わりましたね。え、すごい、全然違う。はい、ただなんか曲がりとさ、出玉の位置が全然違いますね。はい、そうですね。実は来角を合わせてまして。そうなんですか。はい、こんなに変わるもんなん。そうです。全然違う。ね、全然違う。ナイスです。
結果まっすぐですね。超飛んでるし超まっすぐ。いい感じです。内角を揃えてあげて、はい、出だしをまっすぐ出やすくしました。今までだったらやっぱ内角合ってないので左に行きがちだったところを調整してあげると、それだけでもこんだけ変わります。ヘッド重く感じましたか？全然感じなかった。全然感じなかったです。今こうやって持つと、はい、まあ自分のに比べてやっぱ重く感じるんですけど、振った感じはそこまででもないなみたいな。あと18ホール頑張れるかどうか。そうですね、今振っててやっぱ軽い球が出てるっておっしゃってたんで、まあ、ちょうど強めの球が出やすいようなヘッドプラスシャフトもそういうのを選んでますんで。てかその高さが出てるんですよね。そうですね。あ、そうです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 。やっぱロフトが立って当たってきちゃうので、それかつ来角もこうなるので、ね、こうボールがあったとしたらこう当たるんで、はい、普通に当たったとしてもちょっとハーフトップ目の高になっちゃうんですよ、はいはい、かつ立てて当たるのでやっぱ球は上がりづらくなってきてしまいます、ね、で普通に打って来角がまっすぐつくと芯にも当たりやすくなるので、はい、でヘッドのポテンシャルを生かしやすくなるんですね。勝手に上がってくれるヘッドにしとけば打ち方で変えなくても。そう、じゃあ次、はい、M グローレ初。うわっ、結構構えた感じがもう超分厚い。そう、なんで強い球を打てるようなイメージが出るんです。で優しさもあります、ね、安心感。怖いですね。そうですね、はい、ここら辺が結構好みは分かれると思います。構えた感じは怖いけどボールは良い。ボールはいいです。すごい、めっちゃちゃんと戻ってくるし全部。球強いですね。強いです、はあ、はい、今のマイクラブで打つ球より全然強く出てる。そう、しかももうこういかない、左からの左に行かないから右にボーンって打てる、はあ、どんどんこういうイメージで、はあ、自分はちょっと怖いんだ、はい、みたいになっちゃう。抑えちゃうんですね。そう、あー、やったかった。まあ、最後のやつはちょっとあれですけど、そうですね、最後のその前の2球とかはマイクラブでちゃんと初速も出てますし、強い球で打ててるっていう証拠ですね。考えた時ね、はい、この分厚さちょっと気になるこれ水野さん。あ、水野さん、はい、ちょっとヘッドのサイズ的には小ぶりかもしれないですね、今打ってもらって。うん、ちょっとやっぱでも重く感じるのかもしれない。やっぱりですね、急に急になんか今の自分が重く感じた時に出る、はい、あっていう。そうですね、うん、お、高さは出た。ただやっぱり重すぎるのかもしれないですね。返ってこないんですよ、ね、右に抜けちゃうんですよ。一応ウェッジの流れからいってちょっと軽くはしてるんですけど、それでもやっぱり重いって感じるのはもともとヘッドがちょっと重量が重たいっていうのがあるので、これ使ってるとおそらく球上がんないだとか、はい、右にすっぽ抜けるっていうミスが消えない。消えない、合ってないクラブだとこういうのは顕著に出るので。おー、これはエポンさんで、はい、エポンの70、私が使ってるクラブのシャフト違う、はい、シャフト違う、短いからちょっとそんなに角度が立ってる感じ。はい、大丈夫です。お、悪くない、悪くない、いい球です。球も上がってます。上がってますね、はい、お、あれ触れるな、おかしいぞ、触れないんですけど内緒です。シャフトは使ってたやつよりはちょっと軽くしてるんです、ね、軽いですか。軽いです。へー、40、最初につけてたのが65の I、はい、あ、はい、ファイヤー、はい、で次が MCI をつけて試して、はい、60R よりも軽い、よりももっと軽いです。へー、でさっき、まあ、60i 使ってたので水野で 50r っていうのを試してもらったんですけど、うんうんうん、やっぱりヘッド重量が重たいので
やっぱこう全体の重量が重くなりすぎるんですよ。でさらにもうちょっと軽くしてあげる。でヘッドバランスもこれだとほとんど出てないです。一番軽いぐらいなんで、あれ戻ってます、これ戻ってますよ。戻るような球筋にはなってます。でも、まあ、今4本打った中でだと、はい、ピンのこれはちょっと最初に打ってびっくりした。これ良かったですよね。うん、良かった。なんかあと飛ぶし、うん、まあちゃんと打感もいいですし、うん、強い球が出てますし、でこのちょっと純正シャフトなんですけど、これ純正なんですか？純正のちょっと軽めの重量帯になってます。はい、フレックサーで、ちょっと長いので、まあ、短くした方がいいですけど、ね、これですね。はい、これレディースの長さですか？これレディースの長さです。めっちゃ全然なんか どんだけ違うっていう感じじゃないの？まあ、メンズでもこれは長い方なんですね。ああ、そうですよね。はい、あ、いや、悪くないですよ。ミスってもこんな感じ？そうです。え？ミスってもまっすぐにしかいかないし。すごくない？今超ミスだよ。超もなんかもう超下の声で答えた。そうですね、ちょっと下です。ミス、あ、すごい。でもここの来角がビタッと来てるので、いいとこには当たりやすくなる。内角調整ってすごいですね。そうです、大事なんです。アイアンで一番大事って言ってもいいぐらいです。ちょっと余ったトラベルでもいいんです。いいですね。戻る？戻ってます。すごいさ、高さと距離が全然違うんですよね、はい、この一本、はい。で結局私の特徴はどういったところにあったんですか？はい、特徴はですね、うんうん、まあ、そもそもが今使ってるやつだとこう入ってきた時にクラブがこうなっちゃうの、うんうん、でフェース面が左向いて、でなおかつインサイドアウトでこう入れてきて、でハンドファーストでこう入れようとしてるんですね。でこういう状態のインパクトを迎えてるんで、やっぱ左にしか行かないような入り方をされてるんですよ、うんうん、でこれをまずやっぱりクラブ自体が軽すぎてこうやって上から入れないと飛ばないっていう風になってるんで、自然とそう打っちゃうんですけど、それよりももうちょっとしっかりは刺して、さらに来角をこうやって調整してあげると、インサイドアウトで入ってきた分の軽いドロー分しかかからなくなるんですよね。で自然とヘッドのポテンシャルを上げてあげて、もともとヘッドは上がりやすいヘッドなので、でそれで球も上がるし、抜けも良くなった分方向性も良くなる。それを改善するクラブがこちらだったっていう。こちら勉強になりました。こちらのフィッティング施設の予約はどういった感じでできますか？はい、インターネットのウェブで予約をしていただく感じになります。インターネットで、はい、まあ、ここのホームページを見て、はい、そこから、そうです、クラブフィッティングっていう方に行ってもらうと、まあ、ご希望の日時時間っていうのも選べますので、簡単なお客様情報を入力していただくだけで予約はできます。はい、で私は今回アイアンをメインにやってもらったんですけど、もう他のね、はい、クラブもめちゃくちゃありますし、もう UTT フェアウェイウッドドライバーなんかはもう本当にあるんで、はい、ぜひ皆さん次第に出してください。お待ちしてます。お待ちしてます。